声優の畑中です。お、で、オッケー決めた。はい、お、決めた。ちなみに、あれ一番物語としてあるんじゃないかなと思って。いけ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 、追いかけます。そう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 。いいじゃん、みこちゃん。車の話坂戸店地上波初進出です。もう一回やろう、もう一回やろう、ちょっと滑舌が悪い、もう一回やろう、ちょっと滑舌が悪いわ。車の話坂戸店地上波初進出ですよ。よいしょ。ついにやってまいりました。はい、というわけで今回はですね、車が欲しいゲストをお迎えして、はい、我々がその要望に合った車を提案するというコーナーでございます。楽しみですね。今回はちなみにどなたがいらっしゃるんですか。はい、というわけで早速スペシャルなゲストをお迎えしたいと思います。音響監督の美馬正文さん、そして声優の畑中佑さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。音響監督美馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、なんか YouTube でいつも見てる2人がなんか今日ね、何の対応してくれるってことでワクワクしてます。すいません、滑舌が始め悪くてテイク2になってしまいましたけど、緊張する。すいません、なんかいろいろもう、いや、それだけ。それで完全に見ましたが、誰声優の畑中です。お、え、だから なんで来たのみたいな空気になってますけど、まあ今日はあの説明して車がね、ちょっと、はい、あの欲しいなと思って、で、ひとりくんのはビビるんで、はい、ちょっと車が好きな仲間を連れてきました。すごい大雑把ですけど、畑中さんってあの有名な畑中さんですよね。え、有名なんですか。あの有名な、いや、そんな有名じゃないので、その上げ方ちょっとなかなかでも、あの、そうですね、はい、今回ちょっと僕らの車のね、アニメをね、やってますからね。へえ。いや、その関連でもね、来てるんですよ。MF ゴーストっていう作品を、はい、ちょっとあの今ね、うん、あのてあの一緒にやってるので、はい、一緒にやってるね。だからまあちょっとそういう意味で車関連で僕もちょっと美馬さんに声かけてもらって、はい、ここにいるっていう感じですね。で、今回どのお車をお探しでしょうか。どのお車。はい、まあ今も言ったように、まあ、MF ゴーストやってるし、うん、ちょっとこうキャストとかなんかでこう乗れる86をやっぱり選びたいなと。なんかみんなに86体感してもらって、この86にかなたが乗って速いんだよ。おお、じゃあリアルでもみたいな。そうそうそう、そこですよね。で、仕事上ね、やっぱ86の音が足んなかったりするんで、ちょっとすぐに音を取ったり出したりすることができるだったらやっぱ86じゃないとって言って、うん、今日ちょっとアヘトさんにご無理を言ってなんとかお安くしていい車を手に入れられたらな、はい、って思ってるでございます。弊社ヘッドモーターサービスはなんと86が4台ありまして、 まあうちらの強みというのはいろいろチューニングも提案させながら本当にいろいろなパーツを入れて、その中でどれがお客様にとって一番ベストなのかっていうのを進めることもできるので。ちょっと待って、え、新井ちゃんは営業マンなの。いや、なんかラリーのドライバーってイメージ、はい、あのヤマトゥよりも饒舌なんですけど。あ、すいません、ちょっとあのしっかりヤマドゥさんにもあの立場を回して、しっかりとあの紹介、あ、うちは普段あの山中さんがメインであの営業されてて、結構お客様の相談とか乗ってるので、山中さんかなりあの詳しいですよね、うん、いや、なのに饒舌にベラベラ喋れるから朝一だけでしたね、止まったのはすごい。そして表情の動揺がすごいです、はい、はい、というわけでですね、今回ですね、早速、4台ですね、発動をご準備させていただきましたので、はい、まあ、早速ね、あのこの後見ていただければ、はい、見に行ってみましょう、はい、はい、ということで、車の前に早速やってまいりました。86が4台並べさせていただいております。はい、そしてですね、今回86ということでスペシャルな方にもお越しいただきました。ブリッツの塩谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブリッツの塩谷です。お願いします。まあね、ブリッツさんも MF ゴーストでね、はい、そうですね、カナタの86のね、はい、技術関係でちょっとお手伝いさせていただいてるんですけども、はい、よろしくお願いします、はいはい、というわけでは早速1台目の86から見ていきたいと思います。はい、はいはい、まずこちら、お、こちらの黒ですね。86。そうか、全部色が違うんだね。ああ、これ同じじゃないの。あれ、はい、なんか微妙、ちょっと違う、うん、こちらは違うんですか。86は黒で、黒、こちらの86はガンメタ。ガンメタか、ガンメタ、ガンメタってどんな色ですか。メタリックか。すげえ難しい。すごい難しい。ごめんなさい、ガンメタ。そうだね、そういうの答えられないとね。そう、ガンメタ、黒とガンメタ、ガンメタってどういうことですか。
ガンメタリックとはよく聞くんですけど、ガンメタリックはまあ自分的にはちょっとシルバーがかってるって言いますか、黒よりもシルバーを入れてちょっとあの明るい黒っていう印象ですね。だからどちらかっていうとあの黒よりももう少しこう膨張色みたいなのが入るので、このラインが際立ったりとかボディのラインが際立ったりするんで、僕は個人的にガンメタ一番好きだったりします。やっぱボディの輪郭を出したいときはやっぱガンメタリックがやっぱ綺麗に出たりするので割とおすすめだったり。なるほど、はい、確かにちょっと表情がちょっと違う気がしますね。ちょっとこうボディのラインとかこういうところのラインがもっと際立つようになるので、ね、光の反射とかでガンメタの方がボディラインが綺麗に見えるっていうのが特徴かもしれない。なるほど、それで 黒からいきますか、はい、というわけでまずこちらの黒い86なんですけれども、うん、実はあのアヘッドのデモカーとしても活躍をしてくれた車でございまして、まあ、主なチューニング内容としてはまずこちらターボがついてます。あら、はい、もともと、まあ、NA っていう自然吸気のエンジンなんですけど、もともとね86はね、はい、そこにターボをつけることによってパワーを上げて加速力とかあと最高速も伸ばせるような、はい、形の仕様になってます、はいはいはい、あとはですね、ホイールとかタイヤもより変わっております。サーキット仕様の円形さんの、うん、ホイールにあとはダンロップさんの、スポーツタイヤですね、はい、サーキット向けのタイヤを履いているっていうような仕様になっております。シートもかかってる、シートが変わっておりまして、こちらはブリットさんのセミバケットシートですね、はい、ブリットさんのね、あのブリットさんだけじゃないけど、あのリクライニングっていうかこの調整ができるからね、はい、いいよね。リクライニングもできるので、まあ、スポーツ走行でホールとかもバッチリありますし、うん、あのリクライニングすることによって、まあ、より理想のポジションに近づけることができるような仕様になっています。あれサイドブレーキもなんか違ってる？あ、スピンターノブに、はい、おお、本当にやる気仕様ですな、はい、あとはあの、うん、マフラーが変わっていたりとか、あと後ろに大きい GT ウィングが、うん、もうこれ、いやーこれかっこいいっすよね。これ空でも飛ぶんか。そんなセリフありましたね。さすがです、はい、さすがです。匠のセリフです、ね、そうだね、はい、うん、ちなみにこれ馬力ってどれくらい上がってるんですか、そのターボをかけたと。はい、こちらの馬力はですね、ノーマルの86がですね、大体200馬力ぐらいなんですけど、ね、はいはい、こちらのターボキットをつけることによって260馬力を、いったー、すげー、260、はい、全然違いますから、60馬力変わると全く違う車になるんでですね、はい、ちょっとこの子速そうですね。そうですね、あ、これって山中さん、はい、いくらなんですか。こちらの車なんですけども、うん、このターボキットと、まあ、ウィング、うん、まあ、そしてまあ走るサーキット仕様のものもついてですね、はい、250万円でございます。250万円、走行距離は聞いちゃいけないこと聞いちゃったかな、はい、今11万キロ11万、あ、11万いってるね、まあ、あとですね、ごめんなさい、あのターボの方もぜひあの現物を見ていただければと思います。見たい見たい。ボンネット開けさせていただきます。マジで。まあここには、うん、トラストの、まあ、ターボキット、まあ、言ってしまえばその86のターボキットとしては一番先駆者的な、一番初めに出たのが、まあ、トラストさんのタービンキットで、まあ、このキットがついて、まあ、ここにあの本来ついてないターボがついてるんですけど、まあ、ここで下級圧を上げてあげて、まあ、馬力を上げるっていうような形で、まあ、いろいろメーカーさん出していて、まあ、この車の場合はトラストさんですよというような形になっています。はい、ちゃんとしっかりターバーも入ってる。そうですね、TRD さんも入って、はい、あと車庫帳も入っておりまして、うん、あの D1 でも有名な藤野秀幸選手がやっているウィステリアさんが作っている車庫帳が装着されています。これ乗りましたけど結構あのしなやかなんですよ、硬くなくてサーキットで走ってもすごいしなやかに動いてくれるんで、言ってしまえばだいぶ乗りやすく誰でも乗れるようなセットアップになってます。まあでもこういう仕様も、まあ、1台目ですけど、はい、まあ、トラストさんのキットがついている86というのが1台目になります、はい、むちゃむちゃいい、かっこいい。2台目がこちらガンメタの86でございます。はい、見た目かっこいいなと。でこちらはですね、見た目はあのかなりノーマルなんですけれども、そうだよね、うんうんうん、こちらのお車ですね、チューニングポイント1、はい、スーパーチャージャーキットがついております。おお、はい、ひろきさん、そんなに？そんなに？いやパッと見ホイールも純正ですし、いやものすごい言ってしまえば純正ルックじゃないですか。そうだよね、はい。これでスーパーチャージャーついてるんですか？ついてるんです。はい、見てみてもいいですかまた？はい、あ、本当ですか。開けましょう、うん、なんか急に店側の人からの買い側の人ちなみにスーパーチャージャーって何ですか。スーパーチャージャーはターボと違ってあのもう
なんていうんですかね、排気でパワーを出すんではなくて、もう強制的にエンジン最初から回してしまう、火球してしまうようなパーツになります。はい、なのでちょっと味付けが違いますね。ターボキットとスーパーチャージャーキットだとちょっと味付け、乗り味が変わってきます。へー、はい、スーパーチャージャーの方が比較的こうレスポンスが良かったりとか、ね、下からのトルク感、はい、感全体的に上がっていくような形になります。わ、ちょっとワクワクしますね。まあ、乗りやすさでいくとスーパーチャージャーかもしれないですよね。そうですね。はい、こちらはですね、HKS さんのスーパーチャージャーキットが付いております。まあ、本当にもうそれ以外はですね、正直特に何か付いているパーツもない。そうか、サスも何もやってないんだ、はい、そうですね。他はノーマルのパーツが付いている仕様になっていて、結構ちなみにスーパーチャージャーの車って乗りやすいんですよ。 NA をそのままちょっとパワーアップしたようなイメージ、レスポンスも変わらず、うん、その同じというかちょっと上がりますけど、うん、そのイメージなので意外と乗りやすい、誰が乗っても乗りやすいのはスーパーチャージャーでも、まあ、僕なんか個人的にやっぱターボでこう、 うわっていうのが好きなんで、うん、ターボも好きだったりしますけど、でも刺激的だよね。そうなんですよ、ね、あとアクセル抜いた時の、うん、キルルルキルルル、ちょっとすみません、オタクっぽい要素がありますけど、まあ、そういうのが好きだから今さんは理解してくれました、うん、はい、というようなあの形の車になります。はい、ちなみに走行距離は、でこちらの車が今55,000km です。まだ距離としてはかなり少ないですけれども、まあ、そしてこちらの車は初期型の86で一番上のグレードの GT リミテッドっていうリミテッドなんだ、はい、グレードになりまして、はい、車両本体価格が208万円で、あれ下がった、あれこれ250、はい、まあ、やはりこちらの黒い車の方がカスタムしている内容も多くてですね、というところで、まあ、こちらの車はまだ下級機付きだけなので、うわ、まあ、難しいな選ぶの、この状態からまあ、ホイールをカスタムしていただいたりとか、より自分好みの仕様にしていく楽しみもある。そうだよね、ここまで作り上げられちゃうとなんかもったいない気するもんね、まあ、買えるのね。確かにこれなんかベースだからちょっと買いやすいね、はい、でその差額分でなんかいろいろ考えられるね。そうですね、もう本気にするよリアルな話になってきてますね。いい、はい、3台目のお車行きたいと思います。いきなりなんかスポーツカーカラーみたいな、いや、はい、これじゃんみたいな、これじゃんって色がさ、もうカナタの、まさに、そう、確かにね、そうですよね、はい、というわけでこちらは赤い86ということで、うん、まあ、MF ゴーストに出ている車と同じ色メイン色はね、はい、まあ、こちらの車もですね、非常にいい状態の車です。まず走行距離はこの車非常に少ないです、うん、はい、まだ今2万キロ台ということで、今やっぱりこう赤い86の どこに隠してあったんだこれ、はい、すごいですね、すごい綺麗で、綺麗だ、なかなか2万で出てこないですよ、前期の86で、うん、まあ、そうだね、なかなか出てこない、すごいレアです、うん、はい、確かに。で、まあ、こちらのお車に関しては、まあ、カスタム内容で言いますと、城谷さん、お待たせしました。はい、ありがとうございます。グリップさんの車庫長が入っております。そうなんですか。ご説明を。ありがとうございます。ホニャララ Z。ホニャララ Z です、ね。それだ、はい。せっかくなんで、ボンネット開けると、ね、上のアッパーマウントが見えると思うんで。ありがとうございます、はい。開けてみましょう。気になる。お、綺麗綺麗。かっこいい。エンジンルームすごい綺麗。綺麗。本当だ。はい、そうなんです、はい、こちらダブル Z だ、ダブル ZR、うん、ダンパーダブル ZR がついていて、うん、でさらにこれアッパーマウントのこの上の部分ですねにモーターがついてまして、うん、スペック DSC プラスってものなんですけど、うん、これのモーターによって室内から減衰を変えられるんですよ、ね、はい、うん、モーターを使って試して降りてボンネット開けて、うん、セットしてまた乗ってもう一回っていうのよりはね、そうですね、すごく楽です、楽だよね、はい、そうなんです、サスペンションによっては下にあったりするんでハンドル切ってこう潜らないといけないのもあるんで、うん、こういう形のは本当便利なんですよ、はい、めちゃくちゃ楽だと思います、はい、すごい、うん、それがもうついてんのねこれ、そうですね、すごいですね、装着済みになってますね、なるほど、あれ三輪さんだいぶ引かれてるんじゃない、いやだいぶ引かれてるから、ちょっとなんでブリッジのこれステッカーは貼らなきゃいけないのステッカーは貼らないとダメです、貼らないとダメですね、そうか、これがこれがついてるのね、そうですね、あとは変更点は
はい、あとはですね、NK さんの PF05 というホイールを、うん、これはそうかノーマルじゃないんだ。おりまして、でこちらもダンロップさんのですね Z3 という一番のハイグリップタイヤですね。わあ、ちょっとこのホイール R32 の時の GTR みたいな。ああ、なんか似てます。確かに。すげえ似てる。はい、ちょっとやばい。ちょっとだいぶ光ってます。三角つけといていいですか。三角ありましたね。はい、なんかすごい懐かしい。かっこいいね。はい。そしてですね、あと、まあ、実はレアなパーツがついているんですけれども、はい、こちら内装の部分になるんですけれども、何レアって、はい、と真ん中の部分に、うん、あのメーターが3つあると思うんですけれども、3連ついてる、はい、うん、こちらですね、あの TRD の、3連メーターがついておりまして、今となってはですね、なかなか手に入れることのできないレアなパーツとなっておりまして、え、そうなんだ、はい、もう売ってないってこと。そうなんです、売ってないんです。でこちらで、まあ、水温、油温、油圧を見ることができるので、うん、まあ、より車両の状態を常に把握することができて、まあ、より安全に走れるようになると。なるほど、はい。いや、なんかよくわかんないけどこういうのついてるのむちゃめちゃかっこいい、ね、よくわかんないけどいらないけどどれがどのメーターなのか全く分かってないけど、このこれが動くのがかっこいい。なるほど。ただ少年心なんだそのいやでもかっこいいですよね。いや、いい、はい、ちょっとやばいね。いや、だからやっぱ純粋にちょっと赤の86ってのが、うん、個人的にはたまらないんじゃ。だけどさ、2万5000円でしょ、走行機。あ、2万5000円でしょ、はい、で、WZR でしょ、オイルタイお高いでしょ。またこれで登録してるでしょ。まだですね、あのまだやってんの、まだちょっと紹介ポイントがありまして、あのマフラーもついてるんですよね、はい、いやすごいな。いや、これは来るね、ドンと、はい、もうこれはもうそのままサーキットに行ける、うん、なるほど、仕様になっております。はい、なのでこちらのお車がですね、はい、うん、あ、車検も取らせていただいて。車検も取って、はい、もうなんか一押しになってんじゃん、はい、一押し、ね、今気に入っていただけそうなんで、はい、ちょっと待って、値段によるよな、ここでなんか乗っけてくるのやめてね、はいはい、あのお乗り出し価格250万円でいかがでしょうか。ちょっと待って、あれと一緒ほぼ、はい、そうですね。あれでも走行距離が全然違うんで、はい、確かにそうですね。これ結構まだ新しいと思いますよ。本当だね、はい、オッケー、分かった。じゃあちょっとここで止まるとこれになっちゃいそうだから、はい、じゃあ最後まで行きましょう、うん、はい、なんかシルバーの86はなんか新鮮だね。はい、うん、最後の86はですね、うん、シルバーの86になっているんですけども、なんか珍しい気がする、はい、あんまり見ないですよね。あんまり見ないよね、はい、うん、こちらのお車はですね、また一押しのお車になっておりまして、はい、このお車これも一押しだ、はい、全部一押し、全部一押し、はい、今回一押しなんです。あ、一押しなの、はい、でこちらのお車何がついているかというと、はい、HK さんのスーパーチャージャーキット、先ほどのガンメタの86にもついてたんですけども、はいはいはい、こちらにも装着がされています。そして、うん、ホイール、こちらアドバンのホイールですね。そしてあのエンドレスさんというブレーキメーカーの、ね、はいはい、キャリパーがついておりまして、うん、あとは内装もレカロシートが入っていたりとかっていうところで、もうトータルパッケージがもうすべて、なるほど、はい、整っている。かなりでかいディスク入ってない、はい、ものになってます。はい、そうですね、まあ、純正よりも大きい、あのこちら見比べていただくと分かると思うんですけれども、こちらが純正の、まあ、このディスクをローターっていうんですけれども、ここのキャリパーという部分と、うん、ここのローターが変わっていて、まあ、より制動力も高まるし、このキャリパーをつけることによってブレーキをするときのコントロール性も向上する、なるほど、はあ、はい、いうものになっています、うん、はい、これってあれですよね、ちなみにフロントとリア両方ついてるんですよね。はい、ついてます。4ポット2ポットですよね。はい、4ポットと2ポットですね。じゃあもうなんかブレーキはいじるとこないですね、これはね。はい、ブレーキはむしろもういじり切ってます。もういじり切ってますね、はいはいはい、ああ、すごい。まあ、スーパーチャージャーで武装してる分ブレーキもちゃんとってことだよね。そうですね、ちゃんと走る止まるをしっかり作ってる車っていうことです、ね、うん、はいはい、エンジンルームは一緒だから見せてくんないの。いや、お見せしたいと思います。お願いします。はい、さっきよりもなんかあっさり、ノーマルとなんかほぼ変わらないぐらいに綺麗にまとまってんだよ。はい、あのスーパーチャージャーキットもついてるんですけれども、うん、まあ、あとはですね、先ほどのガンメタリックの車と違うのは、うん、オイルクーラーが、あ、本当だ、はい、ついています。はい、こちらも HK さんのオイルクーラーついてますね、うん、なので、まあ、よりやっぱりターボで、あ、スーパーチャージャーで加給をすると、まあ、よりエンジンの熱量が大きくなってしまうので、うん、はい、そうするとやはり水温、油温が上がりやすくなってしまうんですね。なのでそれを、オイルクーラーを入れてあげることで、より冷却系を冷やしてあげることで、より安全に長く走行できるような仕様と
というふうになっています。これもちなみに250馬力ぐらいですよね。そうですね。あ、で走行距離は、走行距離がこちらがですね、6万7000キロです。微妙だな。なるほどなるほど。どうですか畑中さん的にはどうですか、6万キロのスーパーチャージャー付き。あ、いやね、全然いい感じですけどね、はい、なるほど。まあ走ってるっちゃ走ってる。まあまあそうですね、6万キロなので。そうか、エンジンノーマルなのはこれだけなんだ。そうですね、こちらだけエンジンがノーマルですね。そうね、はいはい、そうか、ノーマル、ノーマル、だってノーマルですもんね、MF ゴーストの彼方の。まあ徐々にね、彼方のは変わってるけど、ブリッツでもちゃんとターボチャージャーをご用意しております。おなのでパワーアップも完璧にできます。急にブリッツの営業入ってるよ。仕事にさん、はい、ブリッツさんは、はい、あのもうターボチャージャーキットは販売されているんですか。はい、されてます。86用大丈夫です。あ、本当ですか。はい、ちなみに一式そのブリッツさんで揃えようと思うといくらぐらいですか。ターボチャージャー、まあいろいろ、例えばそのオイルクーラーだとか、あ、まあいろいろ含めて、はいはい、まあ大体70いかないぐらいだと思いますね。はい、キットでそれだったらだいぶ。そうですね、ターボのキットだけだと多分50万くらいなので、はいはいはい、大体ですけどね。はい、なんで話がそれありきみたいな話。いや、なんか個人的にあのブリッツのターボチャージャー乗ったことないんですよ。ああ、そう。なんですごい興味があって、どういうものなのかなっていうのでちょっと。そうですよね、塩谷さんに話を、はい、仲良くなるんですけど、結果されてる感じがしますね。そうだね。内装綺麗、これも。そうですね、みんな綺麗に乗ってるね。はい、ただこの車ですね、唯一違うところがあるとすればこちら。本当だ、キーがですね、こちらグレードが G というグレードになっておりまして、はい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 、まあ当時で言うと、まあ、一番ベースのグレードになっているので、うん、あのスマートキーじゃないんですよね。確か、え、じゃあここもこうやってやるってことだよね。あ、そうです、キーレスがついているのでボタンを押していただいて。あ、これはボタンで鍵開くんだ。はい、あ、スタートだけね。そうですね、プッシュじゃないってことね。プッシュじゃないんです、ね、なんかそんなの別に、はい、うん、っていうところですね。なるほど、はい、面白い、はい、え、カナタの86ってプッシュだった、鍵だった。プッシュじゃないかね。いや、わかんない、その描写あったっけって感じですね。いや、君が、君の車だよね。ぶっちゃけ俺、カナタではなく、尾形だよね。そう、あの自動車整備士、カナタが乗ってるのは尾形の車だよね。はい、はい、整備をされてるのが尾形さんですね。プッシュでした。言い切ったね。もうと当初バー組んで。プッシュです。あ、言い切ったね。もう、あとは、プッシュです。もう漫画の方を変えてもらいました。シゲノ先生、なんてことですか。原作が変わってしまいます。プッシュです。で、はい、排気系は、そうですね、排気系は HK さんの、こちらマフラーがついてますね。あ、この2本出したの、こっち4本出したもん、はい、わ、すごい、マフラーみんな全部違うんじゃない。ほんとだ。そうですね、すごい。え、美馬さん的にはどのマフラーが一番好きですか。ええー、めちゃくちゃ悩む。俺、2本出しかな。あ、2本出し、はい、2本出しで、ちょっとあそこまで行くとちょっとガンメタルのやる気すぎてて、これぐらいが、そうですね、まあ、このおっちゃんが乗ってる感じではいいかな、はい、俺絶対4本ですけどね。なんでなの。いや、なんか4本のロマンがあるじゃないですか、ね、何4本のロマン。かっこいいですよね。ちょっとかっこいい、かっこいい、はい、ちょっと なんで乗っかったんだよ。ちょっと4本のロマンを語ってくれ。語ってください。いや、なんかだって速そう。シンプル4本出てる方がシンプルに、いっぱい出てる方が速そう。じゃあ今度6本をブリッツさんで出して。そうですね、こういう人いっぱいいるから、6本がいっぱい出てる方が速そうっていう。開発に上げてみますね。そうだね。そうですね。はい、あの4台これで見てきましたけども、ぶっちゃけどれが一番気になりました。ちょっと俺、ここ一つだけ値段聞いてね。あ、そう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 、山中さん何やってるんですか。失礼しました、失礼しました。距離だけ聞いた。で、こちらのお車がですね、車両本体価格が、218万円となっております。でもスーパーチャージャーついて218だったら、なんか安いような。あ、そうです、あの唯一グレードが違うので、そこの部分でちょっと金額差っていうところが出てしまってるんですけど。なるほど、なるほど、そういうことですね。レカロもついて、エンドレスで、で、6万だったっけ、6万キロ。はい、6万キロ。そう、でも6万キロ走ってますよ。それで 218万円ですね。安い。だってこれ新品で買うと60万ぐらいしますよ、ブレーキだけで。ブレーキのキット、前後のブレーキキットで。はい、そうです。マジで。ローターとキャリパー付きで、確かそのぐらいしたと思うんで、なんかそれ考えるとなんか意外と安かったです。
まあ、グレードの部分がやっぱり正直今の市場の価格だとやっぱりその差っていうのがすごく大きい。あ、これもそれ見たらエアコンついてないところです。エアコンはついてます。ついてる、まあ、ただオートエアコンではないです。マニュアルね。はい、ナビとかステレオとかなんかは。あ、ナビはついてます。ついてる、はい、ついてるの。ついてます。これついてなかった。3連メーターついちゃってた。はい、なのでまあ、Bluetooth でオーディオでつないでいただくとかスマホでナビしていただいたりとかっていう、まあ、こっちはよりスパルタンな仕様にはなってますね。それで250、あ、これいくらだっけ。はい、乗り出しで250。はい、車検つけさせていただきます。 OK、決めた、はい、お決めた。ちなみにシルバーで。あ、シルバーで、シルバーにいたしますか。あれ、ちょっと待って、あ、なんで。いや、MF ゴーストやっとるじゃろ。やっとるじゃろ、やっとるじゃろ。やってますよね。ちょっと待って、よく考えてください。だって、いや、ラッピングすればいいの、赤に。おーだろ。じゃあちょっとブレーキも青だし、どうなんですかね。まあまあ、それはおいおいかな。畑中さん負けないで。いや、なんだろうな、6万キロ走ってるんですよ。6万キロ、うん、まあ、走行距離ではね、うん、これ2万5000まだやっぱちょっと、そしてターボもついちゃってるんですよ。これ死につかないか。いや、あのね、ターボついちゃってるって。じゃあタスクに任せる。やっぱり僕、自動車整備士としてはやっぱりまだ何もついてない水平気筒のこの2リットル、ここから発動。水平気筒なんだっけ、水平対向。それでまだ、いや、まあ、走ってない、まあ、2万キロしか走ってなくて、ここから成長度合いが高いこの赤のMF ゴーストの赤の86が一番物語としてあるんじゃないかなと思って。なんか芝居がかってるし。どうでしょうか。じゃあ席取るね。取るね。何を。後で俺があっちの方が良かったんじゃないって言ってもすいませんって言わないでね。言わない。分かった。言わない。じゃあ山中さん、はい、じゃあ こちらをちょっと、はい、はい、でもなんか乗ってみたい気もするけどね。なんかこれで買うのもあれだけどね、はい、でも一応ちょっとこれ1で分かりました。考えたいと思います。なので今回はですね、特別にサーキットでの試乗をご準備させていただいております。4台とも。マジ4台とも。こちら あの今の第一候補で挙げていただいた赤いお車わ、はい、かりました、はい、それでぶつかっちゃったり壊れちゃったりしたらどうすんの。その時はですね、山中さんが責任を取ってあれ対応いたしますので、まあ、そこはまだ契約してないから大丈夫なんだよね、はい、アヘッドさんの責任だよ。わかりました、アヘッドモーターサービスで、はい、OK、 やらせていただきます。 OK、 だったら安心してそれ行きます。はい、はいはい、改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。